さて、もし今恐竜が生きていたら、もしすぐそばまで来るとしたら、どんな感じがするのでしょうか。今日は皆さんに体感していただこうと思います。ビノアライブ始まりです。Thank you.
Thank you.
だってね、さっきね、餌食べてないからきっとお腹が空いてるんだと思います。このままここにいては危険な。わかります。4時半の会がもう一回残ってますので、またぜひ恐竜に会いに来てください。